加須市立図書館は、埼玉県加須市が設立、運営する公共図書館の総称である。現在、加須図書館、記載図書館、北川辺図書館、同様のふるさと大利根図書館の4館が設置されている。2010年3月22日までは、現在の加須市立加須図書館が、旧加須市立図書館であった。しかし、同年3月23日に行われた加須市、北埼玉郡記載町、北川辺町、大利根町の市町村合併に伴い、旧市町の各館との混同を避けるため、現在名に改称された。このため、2010年3月23日以降は、加須市立図書館という名称の個別の図書館は存在しない。また、旧町立図書館も合併と同時に現在名に改称された。現在では、加須市に在住、在勤、在学する者のほか、行田市、羽生市、鴻巣市、久喜市、茨城県古河市、栃木県栃木市、下津賀郡の木町、群馬県邑楽郡板倉町の在住者も、広域利用により利用することができる。旧加須市により、加須市立図書館として設置されたもので、市民プラザ加須の1階と2階に設けられている。所在地アクセス休館日開館時間記載図書館旧記載庁により、記載町立図書館として設置されたもので、記載生涯学習センター、キャッスル記載内に併設されている。所在地アクセス休館日開館時間北川辺図書館、旧北川辺町により、北川辺町立図書館として設置されたもので、生涯学習センター、みのり内に併設されている。所在地休館日開館時間一般図書室、外館児童室外館旧大利根町により、大利根町立同様のふるさと大利根図書館として設置される。建物は大利根地域が同様で町おこしをしていたこともあり、古民家風のデザインとなっている。また、ノイエとはドイツ語のノイエに由来するものである。所在地アクセス休館日開館時間。ありがとうございます。